どうも、佐藤です。では今日もやっていきましょう。今日の絵はこれですね。ではトレースからやっていきましょう。今回はシャープの143。ではやっていきます。よいしょ。タイトルにも書いたんですけど、正直ね、このポーズ飽きるんですよ。っていうのが、理由は分かってるんですよ。左右がね、対称なんです。なので、やってることに、メリハリがつけにくい。っていうのが理由かなと、思うんですよ。やってることがほとんど同じ動作が続くんで、右と左で。で、左右対称なんで、同じではないんですよね。左右対称って、右と左同じじゃないじゃないですか。わかります。わかりますよね。これね、たまにね、わからない方がいててね、僕たちの仕事ではね、困るんですよ。図形とかを取り扱ったりするんで、ちょっとだけ話を掘ると、真ん中にこう線があって、これの左右対称って、こうじゃないですか。で、こう紙があって、この三角があって、対称に書いてくださいって言われたら、こうなるんですよ。それを、話を聞くと、これで、右に反転してくださいとかって言われると、さっき言ったみたいにこれになるんですけど、たまにね、わからない方が、これわかりづらいな。こう、このね、これと同じやつやと思ってください。1と同じやつやと思ってください。左右対称は2なんですよ。で、反転も、左右反転も2なんですよ。なのに、この図形で左右反転にしてくださいって言うと、たまにね、こう持ってくる人がいてるんですよ。わかりますかね？違う、それは、左にずれただけです。で、そう、左右反転って言うとまだ分かってもらえるんですけど、左反転してくださいって言うたときに、こう書くんですよ。で、ひどいやつになると、こう書いてきはる人もいてるんですよ。いやいや、それはもう上下やからっていう話がね、もうザザザザッと消していて、何の無駄な話か分かんないですけど。よいしょ。はい。続きやっていきましょう。もうね、左右反転とか上下反転とかは、学生の間に学んどくといいです。しっかりと。特に、なんていうんですかね。絵とか、イラスト、イラスト他のやろ。広告代理店じゃないわ。代理店の方じゃなくて、広告会社とか、ああいったところで働こうとされてる方は、デザインを送るのよりも、指示をしっかり受けるっていうことが結構大切なんで、そこ、しっかりと。多分、ほとんどの方ができるんですけどね、たまにね、いてはるんですよ。そこら辺がいまいち伝わらない方が。はい。では、これは左右対称のポーズですね、ほぼ。僕の絵は左右対称じゃないんですけど。では、5分測っていきましょうか。
では5分経ちました。飽きる上にやっぱ難しい。ちょっとね、大胸筋も書いてみたんですけどね。では、チェックしていきましょう。よいしょ。うわぁ、微妙にずれてるなぁ、やっぱり。左右ずれが激しいのか？ああ。左右ずれがあるなぁ。よいしょ。では、チェックをしていきましょう。まあいいや、この色で。よいしょ。青い方を書いていかんとか。あ、でも顔の向きを出るなぁ。あ、首がちょっと長すぎるな今回。もうここでずれると、全部がずれやすいんでね。バランスですね、バランス。バランスが取れてないなぁ、やっぱり。よいしょ。取れたなぁ。うん。こんな感じかな。まあ、大胸筋は置いときましょう。よいしょ。はい、こんなもんですね。では、さらにチェックを入れていきます。青か。青、よいしょ。横がね、ちょっと伸び、出てるかなっていう感じがするのと、あと、ここですね。首の長さ。ここミスりましたね。で、まあ、そうなってくると肩の高さも変わって、肩っていうか、肩ですね。首から肩にかけて、も変わってくるし、ここの、角度も変わってくる。んで、肩の角度を、あ、違う、ここじゃない。肩の角度思ったより、もっと、撫で方になるんですね。この形だと。ちょっと外に出しすぎたかな。まあ、ここはちょっとおたかなと思ってるんですけど。で、相変わらず胴太ですね。ただ、ウエストの位置がほとんど一緒なんで、今回はそこが良かったかなと思っております。で、左右ずれがあったのと、こっち側の太もも、やっぱここが合うとね、ここ合いやすいですね。ちょっと短くなってますけど、良かったのかなと。で、まあ、あとこっち側は、この股の描き方ちょっとね、練習せんとあかんかなと思っております。よいしょ。こんな感じですかね。で、まあ、今回うまいこと言ったのはここですね。ここ、ちょっとずれてますけど、で、こことかも、そこまでずれてはないかな、という感じですね。で、ここかな。ここもそんなにずれてはないかな。ここも合ってるな。一番というか自分が気になったところは、よいしょ、ちょっと見にくいかもしれんけど、ここですね。ここがまた、ぽっこり。球体関節人形みたいになってますね。はい。で、あと、ここ。首の長さ。これミスりましたね。よいしょ。では、本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。気に入っていただいた方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。で、動画概要欄の方に、LINE の動画とかも載ってますんで、そちらの方もよかったらチェックしてください。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。